はいどうも、山木です。ちょっと久しぶりの配信になっちゃいましたね。で今日は球体説でちょっとお話をしてみようかなって思ってます。でね、答えはどっちも出ないんですけど、俺昔からね、こんな本、これ34年ぐらい前かな、俺買ったの。で、天文小僧だったからやっぱこういうの好きなんですよ。で、この本は、世界中の宇宙飛行士の人たちが宇宙に行って見た風景をずっと一人一人書いてる本なんです。写真と一緒にね。で、こういうの見てたり、あと、なんつうの、果物でも野菜でも木の実でも、まあ、何でも丸いじゃないですか。でエネルギーってやっぱトゴラスの流れっていうね、そういう流れを俺はやっぱり全ての生命体ってのを持ってるような気がして、でこの天体ってのもやっぱ俺は生命体だろうなと思ってんです。わかんないんですけどね。でそれを考えるとやっぱ球体じゃないかなって観念では思うんですよ。で観念で球体だなって思ってて、んでまあフラット、もし平らだったとしたらその平らの先どうすんだろうなみたいなね、そういうことを考えたり、であと俺がもし神様だったとしたら平らに作るかなっていうね。で平らに行ってその先どうしますかと。でそれが全部もしでっかい地球がもっとでっかい球体だったとして、でここでポコンとドームかぶせられて南極で囲まれて、でその中にいてくるくるこう回ってるっていう話だと、これ物理的に考えるとね、俺フラットアーサーの人らの説の中でなんか腑に落ちないなっての、その日没とか日の出とか月の出とか月の入りとかね、でそういう風景ってのがどうもフラットアーサーの説ってのは遠近法で遠くになってくんだと。であと太陽とか月にしてもその照射される範囲が決まってるから、それが遠近法で遠くに行ってその地平線に沈んでったように見えるって言われるんですけど、そこら辺がいまいち納得いかないっていうかね、もしフラットアースでこれ太陽がこういうぐるーっとねドームの中を、高さは何キロかわかんないですよ、これで行くと、あードームの高さロケットでそのぶつかったっていう人の話だと175キロって言うんですけど、でもそれがもし175キロ上空で太陽が回っていたとしたら、これやっぱこっちに自分が住んでるところの北極を挟んで自分がここに住んでるとしたら、こっちに回ってた時ってのもまだやっぱ明るさを感じると思うんです。昼間の明るさですよ、それを夜のとこから見たら。でそれがどうもいまいちこうイメージが湧かないなっていうね。でその平らだとしたらそのトーラスの流れってのはやっぱり難しいと思うんですよ。でそれとあとね、宇宙系のチャネラーとか、まあ、チャネリングする人らですよね。でそういう人たちってのは小学生を、宇宙人は小学3年生だっけかな、なんだっけ、久松壮太くん、今なんかもう6年生になって辞めちゃいましたけど、なんだっけ、OWSTV っていうチャンネルかな。でそれで、で、久松壮太くんっていうのはクラリオン星の記憶を持ってるらしいんですよ。ほんでね、小学生にしたらすごいこと言うんですよ。ほんで、いろいろ番組でちょこちょこそれ撮ってってくれてて、で、その中に地球って丸いのって聞いた時に、そのフラットアースっていう説があるけどどうって言ったら、いや丸いですよって言っててね。であとエレナ・ダナンさんって最近よく俺も見てるんですけど、
で、その方が言うにも、やっぱり地球は丸いよと。で、その方は宇宙に何回か行ってるらしいんです。肉体ごとなのか、精神体だけで行ってるのかわかんないんですけど、まあ、その人も丸いという。で、あと、超次元ライブっていうのをやってる、南、アシタールってね、その、アシタールとあの人はチャネリングなんですかね。入るんですかね。よくわかんないんですけど、その人も、いや、丸いよと。で、生命体ってのは俺、やっぱり丸い方がしっくりくるんですよ。観念なのか何なのかわかんないですけどね。んで、その南へアシュタールが言うには、その地球の大気圏ぐらいまでは、その三次元空間だから三次元の物体として入れるよと。ただ、例えば月までの距離って36万キロあるじゃないですか。そこまでの空間ってのは、もう宇宙空間ってのは三次元じゃないから、三次元の物質では入れないよっていうことをおっしゃるんです。だから、で、大月教授なんかも、そのロケットでどうやって月まで飛んでくんだいと。で、やっぱそういう科学的に否定する人もいるんですよ。で、そういうのを全部総合的に考えるとね、なんかどうも平らってのは考えにくいなっていうね。で、ただ宇宙空間にじゃあ人間が出たことあんのかっつったら、国際宇宙ステーションってのも軌道大体400キロ上空ぐらいなんですよね。その辺はまだ宇宙空間とは呼ばないみたいなんです。地球のいろんな影響を受けるんでしょうね。その重力の影響だったり、そういう大気の影響だったり。で、そういう中で宇宙空間をじゃあ人間が飛んでったことあんのかっていうと、なんかちょっと疑問だなみたいなね。で、おそらく火星探査とかもやってるじゃないですか。で、そういうのも、ひょっとしたらなんかロケットっていう装置で飛ばしてってんじゃないんじゃないかなっていうね。昔のペガサス計画って、なんか火星に人間飛ばしてった計画があるみたいなんですよ。火星で人間がその生存する空間を作るみたいな感じでね。で、2種類の宇宙人らが住んでて、で、連中と戦争になったことあるらしいんですけど、で、それで世界中のその能力高い子供らを集めて、で、それはテレポートさせたみたいですよね。で、約1000人を火星に送って、で、そこで、なぜだかその宇宙人連中と最初は住み分けできてたんだけど、うまくいかなくなって、宇宙人たちと戦いになって、で、それで28人だかしか帰ってこれなかったって言うんですよ。で、その時にオバマも言ってたらしいんです。で、オバマさん頭にちょっと傷あんですよね。で、それはその時の宇宙人にやられた傷だみたいな話、ほんと都市伝説みたいな話ですけどね。そんな話があったりね。ただ、ボイジャーとか、ああいうの本当に飛ばしてんだろうかっていうね。その辺がよくわかんないんですけど、なんとなく宇宙空間には人間まだ出てないよっていうのは、なんとなくこの肉体持ってね、肉体持って行ってんじゃないんじゃないかなっていう気はするんです。で、大月教授とかいうのも、あんな放射能強いプラズマだらけの中どうやってロケット飛んでくんだい、生身の人間乗っけてペラペラの機体でっていうことを言ってて、それも俺すごい納得するっていうかね。あ、ちなみにね、大月教授って俺住んでる丸森町の隣の角田っていう町出身なんですよ。で、あの方そういうオカルト的なことをすごいね、番組の中でこう否定派みたいな感じで登場するんですけど、あの方子供の頃にその火の玉見たらしくて、で、それを科学的に解明してみたいと思って、そのプラズマっていう世界に入ってったみたいなんです。だから、本当はオカルト派っていうかね、そういうものも存在してるっていうのは認めてて、で、それは科学的にどういうことなんだってことを科学者目線で、学者目線で、それを探求してってるみたいです。で、ムーの三上さんが前言ってましたね。面白いですけどね、
肯定派否定派でね、いろいろオカルト番組とかああいうのやってんの。ほんでエネルギーを注がれたものって俺はなんか丸くなるってのが自然なような気がするんですよ。これだから球体だっていう物理的な証拠にはなんないんですけどね。で、あと昔中学校の頃ですかね、天文台、プラネタリウムと天文台よく通ってて、で土曜と日曜の夜だっけかな、あの望遠鏡を覗かしてくれんですよ。直径あれ何センチだったかな、5、60センチぐらいでしたかね。でそれで地球ショーっていうのを一回見たことあるんです。あのお月さんがほどほどの大きさで、で地球にまあ光が当たってるじゃないですか。すると地球からの反射波で月の影になってる部分が見えるんですよ、うっすらですけどね。でそういうのを見たりするとやっぱ丸じゃないとなかなか説明もつきにくいんじゃないかなっていう気もするんです。で地球ショーってのはその月からの反射波では多分見れないんだと思うんですけど、地球も多分半月ぐらいの状態になってて、で月も半月ぐらいの状態になって太陽こっちにあって、もうするとその地球の半月状態のとこからの明るさをその月の半月の暗い部分が拾って、でそれを地球の暗い側から見るんです、望遠鏡で。もうするとやっぱ見えるんですよ。でクレーターの影になってる部分とかもやっぱりあったりね。であと蒼太くんも言ってたかな、そのこういう風に回ってんだったらずっとそれ明るいじゃないですかってね。でそういうのもいや確かにそうだよなみたいに思ってね。まあ蒼太くんのやつじゃあ下に貼っといてみましょうかね。小学何年生の時だったの、 4、5年生、3年生から6年生終わるまでやってくれてたんですけど、確か4、5年生ぐらいの頃の話ですね。5年生ぐらいだったかな。まあ下に参考で貼っておきます。あと南 A アシタールさんのもちょっと探さないとわかんないけど、ちょっと探してみましょうかね。まあその辺を貼っといてみます。でなんとなくやっぱ観念的にですよね、こう転がるもの、俺が神様だったらやっぱり丸く作るかなっていうね。なんかそういう感じでフラットアースってのどうも観念的に捉えにくいなっていう気がしてるんです。でもフラットアースのとこには結構フラットアースの方が多いですね。まあそりゃフラットアースでね説明されてたらそりゃそうかもしんないですね。で俺やっぱりそのトーラスのエネルギーの流れとか、あとそのまあ霊体離脱、幽体離脱して宇宙を眺めてきた人の話ってのもやっぱ丸いって言うんですよ。で前に一回どっかで話したかな、あの胸からポンとその自分が幽体離脱して、で自分がどん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 上に上がってって、だから地球が丸く見えてきて、で周りそこからもどん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 どこまで遠くまで行けんだろうって思って遠ざかってったらしいんです。んでこう銀河がだんだん見えてきて星々があって、んでどこまで行けんだろうって思って、それをどん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 行ったら自分の胸の細胞からポンと飛び出たっていうね、そういう人らも丸だって言ってるし、で自分も瞑想とかで多分あのサマディっていう状態に近くなった時なんでしょうね、そういうイメージ映像っていうか、なんか宇宙空間にファーッといるような雰囲気になる時もたまにあるんですよ。そういう時なんかもこう地球の上にいるっていうかね、その時にもやっぱ地球って丸く見えるっていうか感じるっていうか、これ観念なのかもしれないですけど、だからね確かな証拠はどっちもないんで、これやっぱり自分で宇宙に行って見るしかないなと思うんですけどね。ここはねいくらやってもそのフラットアースの説のそういう物理的に説明できにくいなっていうとこだったりも、なんかどうなんだろうと思ってみたりね、ほんと結論は出ないですね。ほんと百聞は一見にしかずなんでしょうね、きっとね。
ここの地上にいたんじゃわかんないですよね、丸いが平らがね。なんかどっちもありだなっていう感じがします。うん、まあ今日はそんなとこですね。これ旧大説を解こうと思ってもね、なかなか証拠ってそれ以上見つかってこないんですよ、球体だっていうね。で、宇宙に行ってる映像がそうやってね、CG で作ってるだったりワイヤーアクションで撮ってるとか、確かにそういうメイキング映像みたいなのも出てきたりんで、まあそういうことはあるんですけど、どっちなんでしょうね、これ結論が出ないからまたそのうちなんか面白いネタが見つかったらお話ししてみますね。まあ今日はそういうところの話でした。じゃあまた気が向いたら遊びに来てくださいね。じゃあまたね。